エグルトンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、コレーズ圏のコミューン。旧市街中央高地に位置するエグルトンは、地理上の地方がいくつか交わる交差地点にあたる。町の背後には、リムーザン山地が連なり、町の位置は、ドルドーニュ川の渓谷を、東側から見下ろすコレジエン高原の頂上である。コミューンは、元の国道89号線が通っている。 チュールの東3 0トル、ユセルの西2 9トルの距離にある。ボルドーとクレルモンフェラン間を走るオートルート89の出口22番から約5トルである。エグルトンは湿度の高い海洋性気候で冬寒く夏暑い。降雪は冬に気温が摂氏0度前後になると見られる。夏は時に穏やかな小春日和になる。 イーガルトンズの名の由来は明らかになっていない。1075年には、デグラトニバス、年には、デグロートスと記されていた。この古く重要なガロローマと中世の町は、1059年に、バンタドゥール一族の本拠地となった。以後、印象的な要塞はまさに岩の上の和紙であり、バンタドゥール家の権力の目撃者であった。バンタドゥール家がエグルトンの幸運を生み出し、 繁栄を格好たるものとし、豊かな芸術と文化の伝統の根源とした。トルバドゥールのベルナールド・バンタドゥールは、一族で最も有名な一人で、この洗練された宮廷文化を欧州中で歌うことができた。エグルトンは、今もこの鳥での遺構、バンタドゥール家の紋章を掲げる5箇所の門を備えた、強壁、サンタントワーヌ教会、12世紀にできた出し狭間を備えた武装した。 首脳ペニタン礼拝堂を保存している。1944年8月、エグルトンの戦いが起きた。広範囲の破壊、都市解放の闘争のため住民たちの勇気が示された、激しい戦闘で、中世の中心都市エグルトンは、クロワドゲール勲章の陸軍工兵隊、赤星明を1948年に授与された。参照元、1999年まで、イヘス、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。